もこんにちは。いつもボーリングご視聴いただきましてありがとうございます。プロボーラーの水 P です。今日はですね、愛知県の東海ボールから、皆様に、配信をさせていただいております。ボーリング第9戦目、今日の相手は加藤雄也プロ加藤龍です。前300出しましたね。乗りに乗ってる加藤龍相手に、一生懸命やってみたいと思いますけども、今日はね、同じ ABS のボール対決ということで、ケアグローバルリアリティ、こちらのボールで攻めてみたいと思います。しっかりね、後輩を、可愛い後輩をやっつけたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。それではご覧ください。どうぞ。はい、それでは行きます。第9戦、今日は透明ボールをお借りしております。あー、中ミス。あー、倒れた。ラッキー。そうなんですよ、これ今横でね、ちょっと超ビップなプロが299を叩いてたんでね、負けてられない。はい、第2戦ジャブ、第2フレ、前も間違えたらこんなもん。戻ってきて、オーケー、よっしゃー。リアリティね、レイアウトは442 PSA です。はい、デュアルアングルレイアウトは忘れたけど強いレイアウトです。はい、 PSA の一番強いレイアウトなのかな。442は最高ですね、このレイアウトね。はい、3フレいきます。メンテナンスオイルが44フィートあります。あー、ちょっと出過ぎたよ、助かって。マジかよ、ちょっとこれいけんちゃうと思った途端これや。仕方ない、これはもう仕方ない。でもスペアをしっかりしましょうね。はい、アンラッキー出た。危ない、よろけた。めちゃめちゃよろけた今。そう、あんまりね、最近ね、外に投げに行ってないので、リアリティが使えるセンターが少なくて、今日はねこれもう持ってこいなんで、このレーン、このボール。はい、ちょっとここのレーンで投げさせてってねだっちゃいました。撮影のやり直しはしたくないけど、センターを選ばしてほしい。はい、行きます。これやろ。嘘つき。大体水谷がええやろ、置いたらね、あかんね。はい、すいません。さあ、この悪い流れはちょっとなんとかしやなあかん。めっちゃ天秤揺れてる。えい、よし、気持ちをリセットね、リセット。ちょっと外に触れすぎるぐらいの方が良さそうやね、僕の投げ方ね。はい、ちょっと内内内行きすぎると、今みたいにセブンテンがこんにちはってするから、か今のラインをもっと早く低く転がしてキャッチを強くするかやね。こういう方がやっぱり倒れる。危なかった、今ちょっとめちゃめちゃ危なかった。よし、あー、やっと3つ。ちょっと投げ方が悪いな。さっきこのレーンで安藤プロも動画撮ってましたけどね。助かって、助かって。おー、よし、イエス。ちょっと自信が出てきた。あの向きに出ても折れ曲がってこない。これが今日このレーンを選んだ最大の理由かも。あれ、跳ね返すぎるレーンは出すのが難しくなるからね。よし、
冷静にこの勢いを。いくよ。なんつう失敗、なんつう失敗。これまずいな、せっかく動画撮ったのに。2個スペスペ、2個スペ。このまま行くと次スペアですか？それは嫌ですよ。よし、これか、これか。おっしゃ、よかった。今のはきれかったよね。ストロークがしっかり出た。よし、あと枠4つ、己を信じるだけ。なんか投げとったらボールがだんだん光ってきた。ちょっとね、レーンがキャディーしてきた気がする。来い、オーケー。今日一、マナは今日一。ああ、とりあえずやっと6個。この前のね、あ、透明ボールにいるからちょうどいいや。安藤プロの時ね、5個という大してたおかしましたんでね。なんか天秤ばっかり残ったね、あの時ね。なんか緊張して上ずるとああなるってことがよくわかる。はい、その前ホリピンの時は10個出たのにな。はい、被災ボールは僕は1番目しか打たれへんので。はい、点ぐらいいきます。集中。これいいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？おーしゃー。はい。あと2つ。あと2つ。2、4、5、6、7。さあ、加藤君相手やから絶対9いるよね。絶対いるよね、これ。あとは透明ボールさんはね、リリースがしっかりしてれば正直なるピンアクション。リリースのみ。これ倒れるやろ。トータ薄いか。ああ、ほらね。ちょっと薄いけど、リリースはしっかりしてれば問題なく絡む。なんかね、すごくそういう意味ではこのピンアクションに正直に出るセンターですね。はい、だからめちゃめちゃ倒れる人はリリースがしっかりしてるってことですよ。はい、じゃあここ最後1個ね、超大事、もう自分にプレッシャーをかけてやりましょう。はい、いきます。おー、あ、よかった。よし、はい、ということでスコアがストライク9個ですね、247。はい、ということで、なんとかバトリオに勝ちたい。はい、勝ちたい、ただ勝ちたいということで、はい、応援をよろしくお願いいたします。はい、ということで本日のよろしければグッドボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、ボーリングね、通常対戦9戦でこれで一旦終わりです。残り10戦11戦は、順位順に並び替えて、ボーリングでいわゆるポジションマッチですね、1位と2位、3位と4位という順番に当たりますので、今のところ集計出てないので誰と当たるか分かりません。はい、ということで、はい、残り2戦目いっぱいやっていきたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで本日は以上です。ありがとうございました。バイバイ。